千葉和彦のワンウェイラジオ。皆さんこんばんは。11月13日金曜日夜10時になりました。ランウェイラジオ金曜パーソナリティの千葉和彦です。11月はですね、期間限定で山田電機の山田ポイントが使える電子書籍の総合書店山田書店さんとのコラボ企画を展開していきます。山田書店はウェブで書籍を購入いただき、専用のアプリに作品をダウンロードして書籍を楽しんでいただくサービスとなっております。今週のね、書籍テーマはですね、とにかくこの本を読めと題しましてですね、このテーマに沿ってですね、我々ランウェイラジオ DJ がおすすめの本をご紹介していきます。後ほど、ご紹介していきます。お楽しみに。いやー、皆さん気になってますか？アメリカ大統領選挙。いや、いい悪いは別として、なんかあんな盛り上がるのって選挙ですよね。日本でも選挙ありますけども、なんかもう本当にいい悪いは別にして、なんかあんな盛り上がるの羨ましいっすよね。まあ僕も選挙ね、行ってますけども、なんかより強く行こうって、なんかアメリカの大統領選挙って思いますよね。そのぐらいの盛り上がりを見せてますし、しかも今なんかすごいこと起きてますよね。バイデンがね、不正したんじゃねえかって、もうトランプ大統領が怒ってですね、あれ知ってました皆さん、敗北宣言をしない限りアメリカ大統領選挙終わらないっていうので、将棋と一緒ですね。王手って言って、参りましたって言わない限りはまだもう続くっていう、永遠かどうか分かんないですけど、続くっていうね。そんな感じなの選挙って。しかも今このね、不正だ、なんかある州によってはそのバイデン候補の投票率が、なんだっけ、そこの州の投票率が 200% に達したみたいな例えばその州が40人しかいないのに80人の投票があったみたいなね。で、ね、もう死亡した人の人の名前も書いて、それもね、なんかそれも選挙数に入れてたみたいな、もうむちゃくちゃっすよね。そんなのありえんのかな、普通の選挙で。もしこれがね、日本で起こってたら、もうとんでもないことになりますよ。もう二度と多分、なんだろうな、出てこれないよね、表舞台に。で、今トランプ大統領も大統領、なんかさ、なんかいじけちゃったんか知らないけども、ゴルフ、気晴らしゴルフみたいのずっと言ってるでしょ。それもなんかそれですごいよね。で、反論はツイッターだけにとどめるっていうねメディアの前には出てこずにいかにもなんかすごいよな。アメリカだからあれば許されんのかな。日本じゃ絶対ありえないっすよね。まあ、僕もそんな詳しいわけじゃないからね、そのアメリカの情勢についてわかんないけど、でも盛り上げ方とかは全然違いますよね。で、あとやっぱこのアメリカのなんか著名人とかもすごい選挙にこう熱狂的じゃないですか。のレディーガガとかがさ、こう人前に出てきて選挙行きましょうみたいに言ったりね。なんか俺の聞いた情報によると、テイラー・スウィフトがツイッターでさ、みんなで選挙行こうみたいなやったら、もう一気に20万票ぐらい、20万つか50万つか分かんないけど、票が増えるみたいな。めちゃくちゃ単純じゃん。それ、ツイッター見て、あ、テイラー行ってるんだ、私も行こうみたいなっていうことでしょ。けどでも影響力だよね、それもね。だって何？今、だって日本でさ、なんだろう、俺の世代で言ったら浜崎あゆみがツイッターで、みんな選挙行かねって言っても絶対行かないでしょ。テイラー・スウィフトが言ったら行くもな、そりゃ、アメリカの人は。そういうことだよね。なんかいろいろディスってたらすいませんね。まあでもすごいよね、盛り上がりが。
今この先どうなるのか、なんか徐々にねこう不正が行われてたみたいなニュースも聞くんで、この先どうなるかすごい僕は個人的には楽しみにしてますね。なんか一筋縄ではいかないようなね、この戦い最後まで注視して見ておきたいと思います僕は。さて続いては山田書店さんとのコラボ企画に移っていきましょう。今週のテーマはですね、とにかくこの本を読めと題しましてですね、この本をご紹介させていただきます。私のおすすめ本はですね、裸足の弦です。いや皆さんこれね、まあこれも先週に続いて漫画なんですけども、皆さんこう名前はね、こう本のね名前は聞いたことあると思うんですけども、ちゃんと読んだよっていう人はねおそらくねそんないないんじゃないかなと思うんですよ。ぜひねこれ読んでほしいな。まあなんとなくね分かってる人いると思うんですけども、原爆の広島のね原爆の主に後の原爆後のね話なんですけども、男の子のゲンっていうね、中岡ゲンっていう主人公の男の子なんですけども、家族を失ってね、そのゲンが一人でこうたくましく成長していく姿をね描いた漫画なんですけど、僕もね結構ねちゃんと読むまでは、まあ、目にしてたりはしたんですよね。いろいろいろんなとこで保育園だったり児童館だった、児童館じゃねえ、その時は言ってない、保育園だったりで、でも内容までは知らなかったんですけども、これね中学 1,2 年生ぐらいの時に父さんがですね出張で広島に行った際にお土産にっつって原爆資料館に寄って裸足の弦をですね全巻買ってきてくれたんですよ。でそれを買ってきてもらって家で何の気なしに見てたらすごいハマってですね、もう一気に見ちゃったんですけども、まあ伝え聞いてとか映像でしか僕らは経験したことないじゃないですか。まあもちろんその裸足のね弦見ても結局はこう疑似体験になるんですけども、あ、なんだろうな、この家族を失うね切なさと、切なさじゃないな、なんだろうな、もう何とも言えないんですけど、僕はこれをね読んですごい思ったのは、やっぱ親を大事にしなきゃいけないなとか、それをねすごく感じたんですよね。最初の方はですねお母さんまだ生きてるんですけども、病気でねその後亡くなっちゃうんですけども、そのシーンが僕の中ではすごい心に刻まれてですね、まあもちろんその原爆のね話も出てきますし、非常に悲惨なね体験をした描写がね漫画っていう部分で書かれてるんで、そういうとこもぜひ読んでほしいんですけど、僕が一番感じたのは親を大事にしようってなんかすごい感じましたね。やっぱ親ってずっと永遠ではないですし、順調にいけばっておかしいけど、まあ普通に考えたらね先にねこう亡くなる、僕らよりも先に亡くなる存在なので、それをね読んでねすごい感じたんですよね。でまあどんどんね戦争を体験したね人たちがご高齢でね亡くなったりしている中で、本当にこう疑似体験できるツールの一つとして裸足の弦っていう漫画があると思いますんでね、ぜひ皆さんもですね読む機会がありましたら読んでほしいな。これ結構ね衝撃的だし、本当いろいろね考えさせられる漫画なので、ぜひ皆さんにも手に取って読んでいただきたいと思います。今週はここまでとなります。メッセージの投稿方法はランウェイラジオオフィシャルウェブサイト内にて掲載しておりますので、ぜひご覧ください。皆さんからのメッセージをお待ちしております。次回は来週月曜日、太田康介のランウェイラジオをお楽しみください。ランウェイラジオ金曜パーソナリティの千葉和彦がお送りしました。皆さん素敵な週末を。